このグランドスラム東京、4つしかないグランドスラム、世界の強豪が集まりました。現時点のナンバーワンを決めるこの大会、鈴木にかかります。勝負がかかります。復活にかける日本のエース鈴木桂治、グランドスラム東京、その初戦の畳に上がりました。相手はフランスのシンス親友です。気合が入りました。鈴木桂治、その初戦が始まりました。男子 100kg 超級の初戦、青の柔道着が日本の鈴木、華麗なる足技、華麗なる一本見せてもらいたいところです。まずはここで頭を下げた状態ですが、2本を取った鈴木、青の柔道着、追い込んでいく、ここで場外になります。男子の解説はこちら達子さんです。こちらさん、はい、鈴木にはいいこの出だしを見せてもらいたいですね。そうですね、まず自分の組み手になることですね、はい、華麗なる足技があります。手を手繰るようにしました。鈴木よく動いています。相手が足技を出していきます。鈴木よく動いてますね。いいですね、鈴木選手は柔道系なんですけども、すぐフットワークが効いて足が効きますので、はい、それからもっと動いて自分の得意に持っていく。ここのところ成績を残すことはできませんでしたが、先日のグランプリ陳さんで4年ぶりの国際大会の優勝、鈴木から嬉しい、そんな言葉が聞かれました。現在の世界ランクは13位とありましたが、世界ランクは今年から始まりましたので、過去の金メダルというのがポイントにはなっていきません。あ、今指導されましたね。そうですね、鈴木選手はちょっと組手で前に出てきました、はい、ちょっと後ろ下がったという指導がありました、はい、いやいや、しかしそうですね、指導一つくらいは大したことありません。鈴木には一本を取る技があります。この体勢はどうなんでしょうか。足を出していく、華麗なる足技があります。多彩な技があります。この篠原監督も鈴木の復活には本当に期待しています。どうしても反発がいくと返されますので、ね、しっかりつなげたいところです。ちょっと頭が下がってしまった。あまりこういう姿勢は見たくないところです。グランドスラム東京には世界選手権のメダリストたちが集まりました。世界ランクの上位も集まりました。さあ鈴木、いやいや、走りなさい。いいですね、いいピンチです。さあチャンスだ、チャンスだ。大外刈り、大外刈り。今ぐらい強引に行った方がいいですね。ちょっと序盤は相手の組手にさせましたので、はい、ここで指導が進出に行きます。2つ目の指導で相手の有効ポイントになります。さあ鈴木、一本勝ちできるか。柔道大国フランスの新鋭、いつ世界のトップを取ってもおかしくないというこのフランスの若手の中の一人です。フランスの中にもこのオリンピックチャンピオン鈴木を超えようという若手がどんどんと襲いかかってきます。大胆に奥を取った。はい、長い手で今突き放されています鈴木。あ、いいですね、もう全然曲がらなかったんです。それだけで強引に大外刈りできましたね。そうですね、ここで行って最後も大外巻き込みみたいな形ですね。そうですね、外巻き込みですね、はい、さあ技ありを取りました鈴木。もう技ありでリードしました。できれば華麗なる一本を見せてもらいたいところです。鈴木の初戦、大外刈りに行った、今度は返した。一本見せた鈴木桂治、グランドスラムで初戦は一本勝ち。うまいとこ入りました。技ありを取った後攻めました。ニュース鈴木桂治、帰ってきました。日本重量級の復活はこの鈴木にかかります。今のシーンですね、はい、相手が大外来たところをしっかり受けて返しました。以前でしたらこの鈴木が逆にやられていたような技を、はい、鈴木が自分のものにしてこの大舞台で相手に仕掛けました。大外刈りに来たところを返して見事でした。一本勝ちです。この足技、はい、相手が来たところをしっかりコントロールして返しました。